セリーグ首位を独走し、5月30日現在貯金18と絶好調のタイガース。昨年好調だった青柳が絶不調で2軍落ち、西勇輝もパッとしない投球が続く中、1位がキープできているのは、首脳陣もファンも計算になかったであろう今年3年目を迎えるこの投手の活躍があるからでしょう。その名前は村上頌樹。村上は今季初登板をあわや完全試合達成かと思わせる堂々の投球でファンの度肝を抜くと、開幕からの連続イニング無失点を記録。その後も冴え渡るピッチングで、交流戦初戦も8回を4安打1失点の好投、チームを16年ぶりの9連勝に導きました。8登板5勝1敗防御率 1.41 とエース級の活躍を続けています。今回の動画は、村上頌樹は評価されなかった学生時代と、なぜ突然覚醒したのかについて考察していきます。高校時代は名門智弁学園のエース、甲子園大会で優勝も評価されず。村上頌樹、1998年6月25日生まれの24歳、兵庫県南あわじ市出身。智弁学園高校、東洋大、阪神。2020年ドラフト5位、プロ3年目。小学校1年生で地元の軟式野球クラブで野球を始め、最初は内野手、小学校3年生で投手に転向。中学時代、硬式野球のアイランドホークスに所属。当時アイランドホークス監督を務めていた元阪神正田隆弘氏が、村上を智弁学園野球部の小坂正明監督に紹介したことをきっかけに、村上は奈良の智弁学園に進学しました。3年生の春には甲子園に出場、龍谷大平安や高松商業などの強豪校を抑え、全5試合47イニングを一人で投げ切り、防御率 0.38 の圧巻のピッチングを見せました。決勝戦では自らのバットでサヨナラヒットを放ち、智弁学園を初優勝に導きました。3年夏も甲子園出場を果たしますが、2回戦で現在日本ハムに所属する河野隆成擁する鳴門高校に敗れました。智弁学園では2学年上の先輩に岡本和真、1学年上に広岡大志がいました。プロ野球入り確実かと思われた村上ですが、高校卒業後はプロ志望届を提出せず、東洋大学に進学。当時、プロ注目の高校生投手は、高校ビッグフォーと評価されていた今井達也、寺島成樹、藤平翔馬、高橋光也がおり、いずれも高校卒業後にプロ入りを果たしています。村上は彼らのピッチングを見て、自分は全てにおいてプロ入りできるレベルではないと感じ、プロ志望届提出をせず大学進学を選択したとみられています。あるスポーツライターは、ビッグ4はパワータイプ、対して村上は技術で抑えるピッチャー、大学に行って腕を磨く方が化けるのではないかと評価していました。名門大学で活躍もプロからの評価は低かった。東洋大学に進学した村上は、入学後すぐに才能を見せつけます。周囲からは、高卒でプロに行っとけよと声が上がるほどでした。1年生の春からベンチ入りし、主に中継ぎとして活躍。しかし、2年生になる頃に肘を負傷しますが、3年生までにコンディションを整え、3年生の春季リーグでは防御率 0.77、投手3冠、MVP、最優秀投手、ベスト9に輝き、チームとしてもリーグ4連覇を果たします。4年生でも活躍を見せましたが、秋登板中に腕の張りを訴え、4回1失点で降板したことがあり、その後右前腕の肉離れが判明し戦線を離脱。そのままリーグ戦を終えました。大学通算で31試合計172回と3分の1を投げ、通算12勝3敗防御率 1.88 の好成績を残し、プロ志望届を提出。怪我はあったものの、大学で実力を蓄えた村上。期待され臨んだ2020年ドラフトでしたが、まさかの5位指名。各スカウトからは、140キロ後半のまっすぐと変化球の総合力で勝負する即戦力右腕。大舞台に強い。
安定した投球を武器に先発ローテーションの一角として活躍が期待できると評価されてはいましたが、各球団は村上の指名を回避していました。そんな中、阪神タイガースの矢野監督はドラフト時、遅いカーブも投げられるし、コーナーにもしっかり投げられる、大学でも勝つところでしっかり勝っている、勝ち運も持っていると、スカウトに太鼓判を押し、指名を強行したことで阪神が指名しました。大学では2学年上に上茶谷大我、海野博士、梅津光大、中川圭太、藤井勝、末常翔太。1学年上に佐藤俊也がいました。村上はそうそうたるメンバーの中の一人でした。プロの洗礼を浴びるも2軍の帝王へ。少年からの夢だったプロ入りを果たした村上。2021年2軍で6試合2勝1敗、防御率 2.25 の成績を上げ1軍へ昇格。2021年5月30日、西武戦でプロ初登板。しかし相手は1軍バッター。そんなに甘いわけもなく、3回途中、3安打、3四球、5失点と洗礼を浴び、ほろ苦いプロデビューとなります。村上は、イニングの先頭バッターに対してフォアボールを出して、チームの良い流れを自分自身で止めてしまい、悔いの残る投球だったと猛省。再度2軍調整することになります。その後、再昇格した8月28日のカープ戦でも、先発を経験するも3回5失点と結果を残せず、しかし周囲は、村上はいつか覚醒すると期待を寄せていました。その年の2軍戦では、10勝1敗、防御率 2.23、投手3冠を獲得。いつの日か2軍の帝王と呼ばれるまでに圧倒的な成績を残します。2年目の2022年シーズンは1軍昇格の機会はありませんでしたが、2軍で投手2冠を獲得しました。そんな村上は、1軍で活躍できなきゃプロじゃないと1軍への強い思いを口にしています。1軍で活躍したいという思いを強めます。2軍での無双を続ける村上、3年目となる2023年もしばらく2軍での調整かと思われましたが、2023年シーズン初めよりエース格の青柳、西勇輝が不調、秋山の乱調と倒壊の危機を迎えていました。そこで抜擢されたのは2軍の帝王村上でした。4月12日の巨人戦で1年目の雪辱を晴らすべく1軍のマウンドに向かうのでした。そして覚醒、虎の村上様へ。約2年ぶりに1軍での登板となった村上、1回裏は難なく三者凡退に抑えると、なんと7回まで84球無四球無安打と完全試合ペースでの投球を見せます。しかし2023年より監督となった岡田監督は、1対0とロースコアで勝っていたこともあり、8回に投手交代を決断。継投での完全試合を狙った岡田監督でしたが、マウンドを引き継いだ浜地が巨人の岡本に本塁打を打たれ、村上の勝ち投手の権利がなくなります。結果的には10回表に阪神が勝ち越し、チームは勝利を収めました。試合後、岡田監督は、佐々木朗希やったら投げさせとったけどな、1対0でもな、村上じゃ3対0じゃないと投げさせられないと語りました。プロ野球の歴史に残る記録を逃した村上、投手交代については、安藤コーチから変わるぞって言われてとやや不満そうに冗談を交えて話しましたが、マウンドを降りた時の村上はどこかやってやったぞといった顔が印象的でした。またここまでできるとは思っていなかったと自身でも話していました。この勢いをそのままに5月9日のヤクルト戦でサンタナから本塁打を打たれるまでの31イニングを無失点で抑えるなど、セリーグタイ記録となる開幕からの連続無失点記録を達成するなど、プロ野球ファンに名を轟かせる活躍をします。4月は4試合に登板して2勝0敗1ホールド。開幕から25イニング連続無失点で防御率 0.00、与えたフォアボールはわずかに1つ。抜群の安定感で輝きを放ち続け、3月4月の月間 MVP を受賞しました。活躍の理由は火の玉ストレートプラスアルファ。2軍の帝王と言われ、1年目の頃は1軍では全く活躍できなかった村上が、なぜここまで打者を打ち取れるのか。
特筆すべき武器としてはストレートです。村上のストレートは回転数が 2600rpm を超えていると言われています。平均的なプロ野球投手では2200から2300rpm と言われています。阪神で長年クローザーを務めた藤川球児は 2700rpm とさすがの数値を残しています。藤川のストレートは浮き上がっていくと言われ、ストレートが来ると分かっていても多くの打者から空振りを奪いました。RPM だけを見ると村上は藤川と近い回転数でストレートを投げていることになります。またこの高回転に加え、村上のストレートはナチュラルにスライドする球、いわゆるマッスラです。このストレートこそが彼の大きな武器となっています。コントロールも良く、ここまで51イニングを投げ、四死球はなんと4個。投手の制球力を示す KBB という数値があります。KBB は奪三振数を四死球数で割ることで算出します。 3.5 を上回ると投手として上出来と言われます。例として2022年に75年ぶりに最小四死球数を記録した日本ハム加藤貴之投手が与えた四死球数は147回3分の2を投げ11個、奪三振数は98、 KBB 率は 8.91 でした。そんな中、村上の KBB は 12.75。 もちろんまだ8試合しか投げていないため、かなり上振れした数値とも言えますが、 KBB12.75 は驚きの数値です。一級品のストレートに最高のコントロール、そんな球を打者の内外角にズバッと投げ込まれたらたまったものではありません。球団 OB の下柳氏も自身の YouTube で、まっすぐの勢いがいいから全球種が生きる、このピッチングができるなら故障がなければ10勝できると絶賛しています。二軍時代の村上を知る元巨人香取義孝氏は、今年になって急に良くなったわけじゃない、もともと力はありましたよ、彼のストレートはいわゆるホップ率が高い、ボールの回転軸がぶれないからでしょう、打者はベース板で見た目以上の伸びを感じているはず、課題は夏場を乗り切れるだけの体力があるかどうか、それだけでしょう、フォームといい、リリースポイントといい、技術的には何の問題もないと思いますよと評価しています。2023年1月に静岡沼津市で行われた青柳らを中心とした合同自主トレでトレーナーとして選手を指導した内田浩一氏は、もともとは左足をしっかりと地面について上体を回すことがうまくできていなかったですが、それができるようになったから活躍できているのかなと思います。もともと肩や肘など体が柔らかいタイプ、ムチみたいに腕が出てくる投げ方なので、足をしっかりつくようになったことで腕が遅れて出てくるようになって球速も球威も上がったと、理想的なフォームで投げられていることが好調の要因だとしています。村上頌樹のまとめ、あれと新人王を取れるか。これほどの好投手を阪神は一昨年昨年となぜ2軍に留め置いたのでしょうか。高校での投手なら体作りを優先させるケースもあるでしょうが、村上は大学でです。1軍での登板は21年の2試合だけ、0勝1敗、防御率 16.88 でしたが、たった2試合きりでチャンスを与えないのは疑問ですよね。当時球団関係者の多くは、2軍では通用してもあの球威じゃ1軍では通用しない、コントロールがいいと言っても1軍のバッターは甘いボールは見逃してくれない、2軍相手だからストライク先行のピッチングができると、辛口の評価がほとんどだったといいます。2軍の成績が当てにならないことは過去に多くの選手が証明しています。村上は今年最初の登板時に炎上していたら、また2軍に落ちてしばらく1軍に呼ばれなかったかもしれません。ドラフト時の矢野監督から、大学でも勝つところでしっかり勝って勝ち運も持っていると評価されましたが、村上はチャンスをものにするタイプと言えそうです。今年村上は新人王の資格を持っています。新人王候補ナンバーワンではないでしょうか。1年を通し1軍に帯同し、あれに貢献し、虎のエースと呼ばれる存在になってほしいですね。今回の村上頌樹の動画はいかがでしたでしょうか。
学生時代の実績がありながら、今一つ評価が低かった村上ですが、本格化しましたね。村上頌樹のエピソードや阪神投手陣に関するご意見、ご感想がありましたら、コメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思ったら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今年阪神は優勝して、村上は新人王を取れますかね。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。